こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。歴代スパロボ倒すのが無理ゲーすぎた撤退ボス10戦。エアーマンを倒す方が楽だぜ。全然作品が違うけどそうね。今回はランキングじゃないのか？該当するボスが多いから独断と偏見でピックアップする形にしたわ。スパロボあるあるだもんな。倒すために全滅プレイするのがデフォだわ。とりあえず頑張るけど諦めたことも何回もあるぜ。今回はそんなプレイヤーたちの心を折りまくった。撃墜報告はあるのにどうやっても全然倒せない撤退するボスを、当時の場面を振り返りながら紹介していくわよ。今回もすごく楽しみだぜ。それではゆっくりしていってね。それじゃあまずはスプリガンよ。こいつめちゃめちゃ撤退するんだよな。旧シリーズのダンバインは撤退するボス敵がめちゃめちゃ多いけど、第4次でのスプリガンは撤退がデフォってぐらい逃げまくるわよね。ちょっと当てるだけで逃げたぜ。戦う気あるのかしら？って疑問に思うレベルで逃げるわよ。というか正攻法で倒せるのか？レベルカンストで魂かけるぐらいしか倒す方法ないと思うんだけどな。カンストまでは必要ないけど、レベルを上げた主人公とフル改造をしたグルンガスとビームならいけるわ。倒せるのか？何話に登場するスプリガンならいけるんだ？36話の栄光の落日を最後にゲームから退場してしまうから、その前に出てくるマップがいいかしらね。どのルートでも結構出てくるぜ。けどリメイクのスパロボ F だと全然扱いが違うんだよな。スーパーロボット対戦 F だと戦うのは27話のアデレード奪還前のみよ。一気に希少性が上がったな。でも HP70% 以下になるかミュージーが落ちると撤退するのは同じだわ。撤退するとショットの勢力が全員いなくなるんだよな。そこも違うところだわ。第4次だと大体ショット本人とミュージーだけ撤退するからね。他の作品だとどうなんだ？印象的なのはスパロボ BX かしらね。あの作品のスプリガンは HP が割と高いのに撤退するから、第4次とはまた違った意味で倒しづらいわよ。確かにそうだな、1周目だときつかった覚えがあるぜ。それじゃあ次はスパロボの元祖スーパー戦艦こと、ウィルウィクスよ。最近の戦艦の強さは異常だぜ。今でこそ強い戦艦が結構登場しているスパロボシリーズだけど、旧シリーズのスパロボで強い戦艦といえば、まず真っ先にこのウィルウィクスの名前が上がったわね。敵だけどな。特にスパロボ F 完結編の性能はヤバかったわ。他にも強い作品あったっけ？それもやっぱり BX かしらね。ドレイクの能力も高い上にマップ兵器もあるし、オールキャンセラーも積んでて HP もかなり高く設定されてるから、油断して適当なユニットで囲んだりするとあっという間に落とされるほどだったわ。BX でも撤退するシナリオがあったよな。あるわ。初登場のシナリオがそうだわ。でも撤退条件が HP じゃなくて残りの鉄器の数だから、HP は高いけど地道に攻撃していれば倒せるわよ。それなら倒すの無理ゲーってほどじゃないな。無理ゲーなのはスパロボ F かしらね。この作中中盤のグランラガン救出戦に登場するウィルウィクスは、HP70% 以下で撤退するからかなり厳しかったわね。F は火力が乏しいもんな。でもそれよりも厳しいのが、スパロボアルファの21話に登場するウィルウィクスよ。倒した覚えがないな。それはそうよ。まだ序盤を抜けたぐらいの時期なのにもかかわらず、このウィルウィクスは HP が 80% 以下になると撤退しちゃうから、そう簡単に倒せるもんじゃないわ。それって数値で言うとどれぐらいなんだ？だいたい3万、6000ね。その頃の戦力でそのダメージは無理だろ。すべてにおいて最善を尽くす必要があるわ。倒せるのがすごいな。倒すための仕込みが結構きついわね。主人公の捨て身は必須だし格闘の数値も徹底して育成しないとだし、その上貴重な改造資金をつぎ込んでチャクラムシューターはフル改造して、より補正も活用するために高性能レーダーを装着したり、相手の気力を上げすぎないように常に計算して行動しなくちゃいけないわ。聞いてるだけで頭が痛くなってきたぜ。でも倒せた時の感動と達成感は半端ないわよ。それが撤退ボスを倒す醍醐味だよな。それじゃあ次はアレキサンドリアよ。なんて敵っていうか倒せるけどいると邪魔なやつだよな。大体硬いからね。無理ゲーな時ってあったっけ？スパロボアルファの4話に登場するバスクが乗ったアレキサンドリアがそうよ。めっちゃ序盤というかゲームが始まったばかりだな。まだまだ主力が無改造でいる時期だわ。撤退条件はどうなっているんだ？ HP70% 以下よ。戦艦だから当然 HP は万超えだよな。大体1万、9000ぐらいね。いや絶対に無理だろ。4話だぜ。全滅プレイ必須だわ。ゲーム始めて即これか。下手なリセマラよりマシよ。説得力あるなそれ。とはいえ準備に手間と時間がかかるだけで、あとは黙々と仕込みをしていれば撃破自体はそんなに難しくないわね。やる気次第か。やることはとにかく資金を稼ぐことと主人公の格闘音を上げることで、
捨て身と隣接フル改造車グラムシューターを撃てばいいだけよ。撃てばいいだけってそこまで何時間かかるんだって話だぜ。それはそうなんだけど、ここでこれをやっておくと以降の難敵は基本すべて捨て身がけのチャクラムシューターで撃破可能になるから、やっておいて損もないのよね。逆にやっておくと楽になるな。それじゃあ次はアルファガイデン24話第1の守護者に登場するスレイドゲルミルよ。このスレイドゲルミルって撃破できたのか。できるわよ。少し前に撃破報告の発信や動画が投稿されて話題になってたわ。結果もすごいけど倒そうとチャレンジしたのもすごいな。というか撤退させるだけでも大変だった記憶があるんだぜ。そうね。スレイドゲルミルは HP 回復台を持っていて、攻撃を仕掛けたターンで撤退条件を満たさないといけなくて、ちまちま削ることができないからね。具体的にどれぐらい回復するんだっけ ?16,500 よ。がっつり回復するよな。最大 HP が55,000で撤退は38,500以下だから撤退させられなければ全回復だわ。撤退させるだけでもそれなのに撃破って本当にヤバいな。レベルカンストはもちろんだし、信頼補正もバッチリ決めて、脱力でゼンガーの気力を下げてインを攻撃も駆使してやっと撃破できるわよ。成功例はどんなのがあるんだ？鉄板なのはやっぱりガンダムウィングゼイのガチガチの信頼補正だわ。確かに鉄板だな。この場合の援護攻撃はライディーンのゴッドボイスかしらね。贅沢な援護攻撃だぜ。あと面白い組み合わせだとビクトリーガンダムヘキサミコーを乗せて、武器はボトムアタックを使用で、援護に順を乗せたグレートマジンガーを使って撃破しているのもあったわ。それはなかなか珍しい組み合わせだな。というかレベルマックスなのが大前提だけど、信頼補正を乗せられる組み合わせなら他にも撃墜できるパターンがありそうよね。いろんな組み合わせの撃破報告を見てみたいぜ。それじゃあ次はスパロボ A ポータブルのデビルガンダムよ。もしかして序盤に出てくる方か？そうよ。無理ゲー感溢れてるわよね。いや無理だろ。だから紹介しているのよ。まず第5話のデビルガンダムだけど撤退条件が HP15,000 以下となっており、紹介していてあれだけど序盤じゃ成功法だときついかもしれないわ。全滅プレイの必要があるな。そうね。最短で行くならダイモスと主人公機の援護攻撃なんだけど、カズヤが熱血をレベル10で覚えるから、レベルが足りなければ全滅プレイを駆使する必要があるわね。他に熱血を覚えるキャラはいないのか？一応セイラやボスがレベル一桁で覚えるから、ガンダムやマジンガー Z に乗り換えて熱血を使って倒すやり方もあるわね。まあでも結構シビアだからやるならダイモスがおすすめよ。仕掛ける際に注意することはあるのか？森の地形効果ね。戦力的にどう頑張ってもギリギリ撃破な形になるから、この地形効果の数パーセントが絶妙に邪魔になって撃墜できないのよね。それだとおびき寄せる必要があるな。それと本作でのデビルガンダムはゲーム中で3つしか手に入らない。ミノフスキークラフトのうち2つを序盤のデビルガンダムが持っていたり、貴重なアルティメット細胞を落としたりと、ただの難敵攻略の達成感だけじゃなくてちゃんと役に立つ現物を入手できるから、頑張って取り組む価値があるわよ。これは何としても倒しておきたいところだぜ。それじゃあ次もスパロボ A ポータブルからで、ツバイザーゲインよ。スパロボ A だと倒せない旅はそこまで高くなかったと思うが、ポータブル版は HP やステータスが見直されているのか？見直されているけど中盤の第20話に出てくる際の撤退 HP はほぼ同じだから、そんなに難易度は変わらないわね。というか今日の動画で紹介している中で言ったら確かに難易度は低いけど、1周目で倒そうとするならきちんと戦略的に取り組まないと落とせないわよ。確かに言うほど簡単ではなかったかもな。一番簡単なのはエースボーナスがついた主人公と、ソウルゲインの最強武器に魂を使えば3万ぐらいのダメージが見込めるから、HP をギリギリまで削ったツバイザーゲインにこれをぶち込めば撃墜できるわ。本作で一番みんながやりそうな攻撃だな。だから撃墜した人が多くて無理ゲー感が薄いのかもね。そんな感じするぜ。というかこれ魂使えるのがでかいな。そこね。熱血だとどんな攻撃でも単発でダメージ2万いかないぐらいだから、ビンデルの気力を下げたり、援護攻撃に主人公か参戦したばかりのゴッドガンダムを使うとかして、どうにか大きなダメージを出すしかないわ。それ逆にゴッドガンダムだけでいけそうな感じするけど厳しいのか？ゴッドガンダムは熱血でも条件付きで大ダメージが出せるわね。ビンデルの気力を下げた上でフル改造の気力200で赤破天狂剣なら、先ほどの魂をかけたキリンと同じぐらいのダメージが出るわよ。現実的じゃないな。そもそもフル改造してるかって話だぜ。他にあの時点で強い攻撃だと大ターンとザンボットの合体技があるけど厳しいのか？援護なしだとやっぱり厳しいわね。なるほどな。やっぱラスボスなだけあるんだぜ。それじゃあ次もスパロボ A ポータブルに登場する敵の機体で、大魔人よ。いやこれは無理だろう。スパロボ A は無理だけどポータブル版はいけるわ。
この場面ってアキトの月面フレームだけで戦うよな。そうよ。正直本作で一番無理ゲー感があるのはこの大魔神だわ。全く倒せるイメージが湧かないんだぜ。3ターン目開始時に撤退しちゃうし、アキト一人で戦うことになるからかなり厳しいのは否定しないわよ。アキト機を改造したりスキルパーツを使ったりと準備する必要があるな。この大魔神は23話に登場するんだけど、アキトの機体を改造できるのは20話クリア後のインターミッションが最後よ。じゃあ経験値稼ぎもそれまでにやらないとだぜ。一応23話で全滅プレイで稼がせることも可能だけどね。だから機体改造やスキルパーツはきちんと手を入れておけば、ここでレベル上げをして調整することもできるわよ。何にしても念入りな準備が必要だな。それだけやってもきついわね。フル改造は当然としても、仮にアキトの射撃機とスキルをしっかりと育成していないで挑むと、まともなダメージが入らないから倒せるという発想すら出ない難易度よ。未だに倒せるのが信じられないもんな。攻撃と反撃で対艦ミサイルとレールガンを使い分ける必要もあるし、挑み甲斐があるなんて気となっているわ。そう聞くとめちゃめちゃ挑みたくなってきたぜ。それじゃあ次は第2次スパロボアルファの第38話に登場するサザビーよ。第2次アルファのシャアは味方にならないんだよな。そうね。終始敵としてのみ登場するわ。倒した後に正体隠して仮面かぶって登場したらよかったんだぜ。それじゃあ普通にシャアよ。そんなシャアが乗るサザビーだが38話だと確か HP 半分以下で撤退したよな。ええ。このステージの勝利条件は3つあるんだけど、その1つがサザビーの HP を5万以下にすることで、それを達成すると撤退してしまうわよ。他の勝利条件って何だったっけ？敵の招待数を5招待以下にするか 8PP を迎えるかだわ。そっちの方が楽そうだぜ。そうだけどサザビーを撤退させることで、本作の共通ルート最終ステージに登場するシャアが、ナイチンゲールに乗って登場するというフラグの一つが立つから、達成も難しくないしとりあえず撤退させるのがいいわよ。けど撤退させるだけじゃ満足できないプレイヤーが頑張って倒したんだな。正直周回プレイならそんなに難しくはないんだけどね。でも1周目から達成する猛者もいるのがスパロボよ。頭が上がらないんだぜ。このサザビーの撃破には攻撃に参加するメンバーの、射撃や格闘の値をカンストもしくはそれに近いとこまで育成する必要があるから、1周目のこのステージまでにそれを行うのはかなりきついわね。パラメーターさえどうにかすれば、あとはある程度攻撃力が高ければ誰でも大丈夫なのか？そうね。とはいえ大体グレートマジンガーや、ガオガイガーあたりをメインに据えるのが鉄板だわ。いかにもなユニットだぜ。まあそれでも5万オーバーのダメージは簡単じゃないから、達成可能なんて簡単に言ってはいるもののやっぱりすごいわね。そもそも撃墜するって発想がすごいもんな。それじゃあ次はスパロボ MX に登場するチノディノディロスよ。この機体もいつもすぐ撤退してるイメージあるな。そうね。今回紹介するのは、第26話の仕組まれた引き金に登場するディノディロスよ。同じハッケロボの山のバーストンと一緒に登場するステージだな。このバーストンも HP を減らすと撤退しちゃうんだけど、ディノディロスと比べたらだいぶぬるゲー感があるわね。普通に火力の高い攻撃と援護で撃墜できたぜ。でもそれに対してディノディロスの撃墜は無理ゲー感が半端ないから、誰も1周目じゃ挑もうと思わないわよね。このステージだと火力の高い攻撃は、エヴァ双号機のユニゾンキックやライディーンのゴッドボイスだと思うが、やっぱそこら辺がメインになるのか？そこら辺も何もその2つを徹底的に磨くしかないと思うわよ。アスカはアタッカーの取得はもちろんだし、育成も機体の改造も十分異常が求められるわね。ディノディロスって原作でもこんなに強敵だったっけ？ハッケロボでは唯一冥王攻撃以外で倒されたロボットね。冥王攻撃はオーバーキルが過ぎるからそれが普通だぜ。それと設定で言えば基本的に都市塔の建造物破壊を目的に設計されているから、対ロボット戦には向いていない機体となっていて、原作の劇中では山のバーストンと共に東京を半日で壊滅させているわよ。ハッケロボって本当にやることが派手だよな。それじゃあ最後はディアムドよ。久々に見たぜ。めちゃめちゃかっこいいよな。ディアムドは第2次スパロボ Z の再生編に登場する、アークセイバーのナンバーワンナイトオブナイツである、ジェラウド・ガルス・バンテールのカルヒト型機動兵器よ。ジェラウドはすぐゲームから退場しちゃうんだよな。ええ。だから今回紹介する第35話に登場の本機には、アークセイバーのナンバー4を務めるウェイン・リブテールが乗っているわ。ウェインはサフィアーダもかっこよかったぜ。というかこのディアムドって絶対に撃破できないやつだよな。できるわよ。え？本当かそれ？刹那のパラメーターマックスでライザーソード撃っても無理だった覚えがあるぜ。シンプルに追い込みが足りないわ。パラメーターはもちろん武器もフル改造は当然として、
強化パーツやプレイスメント補正に再攻撃とクリティカルも必須だわ。できること本当に全部つぎ込んでやっと撃墜って感じだな。まああのステージは特殊だから仕方ないわよ。スパロボクス氏の悪条件ステージだったぜ。そうよね。ステージ開始時に全味方ユニットの気力が70から始まるし、精神コマンドも利用不可な中で、ディアムド相手に4万弱のダメージを叩き出さなきゃいけないからね。さすがにこれは撃墜を諦めるよな。そこで諦めないのが難敵攻略の猛者たちなのよ。彼らはこういった状況にも危機として挑んでいくわ。もはや攻略できない敵なんていないんだぜ。さて、ここまで、歴代スパロボ倒すのが無理ゲーすぎた撤退ボス10選について解説してきたけど、どうだったかしら？倒せるって初めて知ったやつも多かったぜ。そうね。似たようなテーマの動画と被らないようにしてみたわ。被ってもいいから他の撤退ボスも紹介してほしいな。また機会があればぜひ作らせてもらうわ。リクエストお待ちしているんだぜ。さてと、それじゃあ今回の動画に出てきた機体に関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。みんなのスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。